八こいつは驚いた外からセモ者が減ったはずがなし家の者ので怪しいと思ったのが一人一人無実だとすると下手人はおめえさんより他にないぜガラッパチの無作法な指がお藤の胸をまっすぐに刺しましたバカ何ということを抜かすもう一人一番怪しいのがいるじゃないか若旦那を連れてこい 平次は少し機嫌を損ねております黙ってうなだれるお富士自分の出過ぎた態度を後悔している様子がいかにもいじらしい姿でした私はあっちへ参りましょうとお富士もう立ちかけているのをいやいてもらった方がいい平次はそう言って抑えながら一方 若旦那の万次郎を迎えましたおめえさんの帰った姿を見たものがないと少し話が面倒になるなへえ驚いたなそんなことで親殺しにされちゃかなわない二日酔いも覚めて万次郎もさすがに平行した様子です朝のうちで誰も棚にいない時というと飯時より他にない その時そっとへいって風呂場へ行っても気のつくものはないはずだ平時の論告は相変わらず春烈でしたいつものできるだけ人を罪に落とさないようにする調子とは何という違いでしょうそんなことができるもんですかとんでもない万次郎もさすがに腹に据えかねた様子です おめえさんは親旦那と仲が悪かったその上悪が通いの金にも詰まっている親旦那が亡くなればこの信代が自分のものになった上なじみの新名芸者お染を入れても誰も文句を言う人はないえ黙らないかおかっぴきだからと思って聞いてるとなんてこと言い上がるんだこの万次郎は深川一番の不幸者だが まだ親殺しをするほどの悪党じゃねえ。気の勝った万次郎。夕べの酒が激発したものか、思わず平次に食ってかかります。万次郎さん、お願いだからそんなに腹を立てないでください。銭形の親分さんは、女将の御用でおっしゃるんじゃありませんか。少しぐらいは決まりが悪くても、今朝も明け方に帰ってきて、 物置のはしごから屋根へ飛びつき梯子を外してそっと入ったことを話してしまった方がよくはありませんか万次郎は黙っておふじの方を見やりました二階からはお勝手にいる人たちに顔を見られずに風呂場へ入れませんいつものように旦那に小言を言われるのが嫌さに明け方帰ってきて屋根伝いに二階へ入ったことさえ言ってしまえば何でもないのに おじにすっぱ抜かれると万次郎はそれに抗う気力もなくがっくり首を落として平次の前に二つ三つお辞儀をしましたどうもすいませんついムカッパラを立ててこれが私の悪い癖で正直者は腹を立てやすいよお藤さんの言うのに間違いはあるまいねええ 平次はこうわかると我が家を得たりといったようににっこりとするのでした冗談じゃないぜ親分殺してがなくなった日には引っ込みがつかないじゃないか八俺にはよく分かったよこれは自害でなきゃかまいたちかもしれないよ平次はこんなことを言うのです 風呂場は外から鍵がかかっていたそうですよ親分自殺した者がそんな芸当ができるでしょうか騒ぐなハチ今によくわかるとにかく若旦那の部屋を見せてもらいましょうそれから後で下女の何とか言うのとお藤さんの荷物を見せてもらいましょう平次は立ち上がると金六と八五郎と万次郎を従えるように 若旦那の部屋裏二階へ上りました明かりをつけてみるとなるほど格子は楽に外せて屋根からすぐ物置の梯子に足が届きますせっについている泥が屋根と梯子についていないのが不思議といえばただ一つの不思議ですが金六兄俺は若旦那の通った道を行ってみてくる 兄は若旦那や初と一緒にここで待ってもらいたいがいいとも少し長くなるかもしれないが心配しないように頼むぜ平次は言い捨てて屋根からはしごへそれから静かに裏庭へ降り立ちました辺りはすっかり暗くなってお勝手の方からはかまどの火がゆらゆらと見えるだけ この騒ぎで今晩は風呂も立たず、方向人一同は棚の方に集まって小さくなっている様子です。